前線虚しく、イグドラシルは生成されてしまった。破滅の巨木は異界の力を吸い込み、成長を始める。破壊神を倒せば、その成長を止められるかもしれない。人間と仙人は一縷の望みをかけ、彼との再戦を目論む。だが、オーディン陣営がそれを許すはずもない。ゼウスの力を得たアレスが連合軍の城へと攻め寄せた。人間が抱いたかすかな希望を砕くために。信長殿ってすごいですよね。今だって私たちに攻められた時だって焦っているのを見たことがないです。確かにアレスの方がよほど感情的で人間らしいとすら言えるかもしれませんね。この戦も信長公ならばきっと冷静に勝利へと導いてくださるでしょう。そのためにも私たちはなすべきことを果たさねば。信長を囲むは神の大軍。私が何にお任せを。是非もなし。各将功を求めるも人らしく抗うとしよう。あれ、敵がもう城内に入ってきてます。追い払わないと。人間風情がいい気になる。力の差を思い知らせてくれ。あのやつ、功を求めるなだと。そんだけ強いやつがいるのに暴れるなってことかよ。彼らは今までの敵将とは違うようですね。どうやら強化されているよう。おそらくの術。撤退するほかない。いつまで持つか見ものだな。怪物はより集まり、門を破った。人
とも負けてはおられぬな。怪物を操る者が必ずいるはず。敵陣を素早くかけ、それを美しく撃つのは我らの役目だ。邪魔よ。お二方はまさに阿吽の呼吸。私も遅れは取れません。じゃあ私は橋のところであの大きな怪物を止めます。その心意気はよし。別の橋は我と張飛どもに任せよう。はい、おーよ足止めなら得意だぜ。俺たちに盾つかなければ兵として使ってやってもよかった。思い上がり逆らうなら用はない。我が配下と共に踏み潰してやろう。さすがです。あなたならばと思っておりました。おのおのが甲に走らず合力して奮闘している。この強さを信長公は引き出そうとしたのか。信長殿もみんなもすごい。私も仲間のために頑張ります。怪物だろうと神だろうとひるまない。人の強さは絆は美しいな。俺の前まで来られたことは褒めてやる。だがそれが貴様の限界だ。共に戦わせてくださいませ。よかった。さすがは聖祭。俺の自慢の娘だぜ。まあいい。体勢を立て直すとしよう。ああ、努力が花開きましたね。百花繚乱。よし。おいおい、あの黒い怪物も来んのかよ。先ほどの局の怪物はおとりか。城内の信長殿が危うい。城内へ戻る。そうですね。素早く華麗に味方を助けましょう。ご注意。救援ありがとうございます。怪物を操っている人はあっちです。邪魔。人間ごじ下天の内を比べれば夢幻のごとく。何にお任せを。人間の性は神の刹那ゆえに抗うのうぬが武見事ぞ。あの怪物、操る者を倒さねば何度でも出てくるようですね。救援かたじけなし。怪物使いはあちらに陣取っておる。ここは私が出るしかなさそう。いざ参るぞ。させねえ。私が出る。私も
も負けずに頑張るね。剣戦に照り映えたる顔を打ち消す。救援感謝します。怪物を操る者はあちらにいるようです。救援感謝します。やりやがるぜ。おめえら死ぬ気で押し返せ。武勇とて引けは取らぬ。まさしくモノノフの鏡、見事。今こそ信長公を救いせん。バカ、人間不全がここまで耐えるだと。何を戦わせてくださいませ。よし。全力で抗おう。私が出る。邪魔よ。すごい、たくさん鍛錬したのかな。私も負けずに頑張るね。アレス殿は強い。当たって砕けます。すごい、やりやがるぜ。おめえら死ぬ気で押し返せ。存分に乱れよ。おらん。人間は弱く短い命しか持たぬ不完全な存在。本気で神に抗うつもりなら笑えるな。神の不幸はその強さ。対して人は弱い。故に結び抗う。一瞬のせいに全てを落とす。ウムの不幸は人の性を侮ったことよ。私が出る。
主への力をもってしてなお破れるなど。オーディン、ちょうどよかった。奴らを。お前などにこの力は使いこなせまい。奪う機会を待っていたのだ。始末しておけ。は。本気でオーディンが君と対等だと思っていたのか。奴はそんなに甘い男じゃない。なぜ助ける？あれ、なんでかな。体が勝手に。とにかくとどめはダメです。やり直す気があってもよいはずです。人間にも神にも。甘すぎるな。人間ごときがくだらん情けをかけおって。アレス、なぜお前はそう素直になれぬのだ。救われたこと自体には感謝しているのだろうに。みな、弟を救ってくれて礼を言う。いいえ、私たちが勝手にやったんです。お礼なんてそんな。それにしてもまずいですね。オーディンはゼウス殿の力までも手に入れた。これも彼の策略のうちなのでしょうか。父上は一体どこまで見抜いていたのか。ならば聞いてみればいい。ウヌが殺めた男がいかに口を利く。父の体はまだどこかに隠されているはず。そこに力を戻せば蘇らせることができるだろう。しかし父上の力はすでにオーディンが奪った。戻すと言っても。俺に考えがある。ああもコケにされてこのまま引き下がれるか。悔しいが父上ならきっと奴を何とかしてくれる。そのためなら俺は。アレス、神々の王となるのはこの俺だ。良い結果になってよかった。アレスよ、貴様には父を討ってまで成し遂げたいことがあったと聞く。それは一体何じゃ。人間ごときに話す義理はないが、まあいい。俺の目的は正しい秩序を守ることだ。人間は愚かで弱く、常に管理せねばならぬ存在。それなのに王である父自らが秩序を乱し、人と馴れ合うなどあってはならぬのだ。人間を自由にさせ、気まぐれに世を引っかき回し、そのくせ全てを導く立場だからと
大事なことは誰にも話さ。息子の俺にすらな。このまま行けばオリュンポスは繁栄を失い滅びるだろう。そう思ったからオーディンの策に乗ったのだ。なるほど。ご無礼ながら、ただ傲慢なだけの神かと思っておりましたが、あなたにはあなたなりのお考えがあったと。バカにしているのか貴様。いえ、神をバカにするなどとても。そう聞こえてしまいましたらご容赦を。で今度はせっかくてめえで倒したゼウスをてめえで蘇らせるってわけだ。皮肉なもんだが仕方ねえよな。人間も神も全て滅ぶなら秩序も何もない。このままではアレス、貴様の望みは叶わぬからな。まあそうだ。それに俺を利用したオーディンは許せん。奴を倒すなら父の力と知恵が必要だろう。そのゼウスの体は今どこに？隠したのはロキだ。奴め、何としても場所を吐かせてくれる。アレス殿、待ってください。今の彼は力を奪われた状態。一人で行かせるのは危険だ。私たちも急いで追うぞ。戦場を混沌で染め上げてやろう。